はい、黒沢先生です。今回は道の駅シリーズです。今回先生来ている道の駅はここです。道の駅湘南です。道の駅湘南は千葉県の柏市にあります。2021年12月にリニューアルした道の駅です。テントと呼ばれるこの大きな建物が特徴です。このテントは点と点をつなぐという意味があるそうです。テントの中は地域の食べ物、野菜などの直売所になっています。イートインスペースもあってとても綺麗な道の駅です。テントの前にはとても広い芝生広場が広がっています。この道の駅湘南はこの向こう側に見える手賀沼の隣にあります。手賀沼の周りにはサイクリングコースもあります。この道の駅ではレンタサイクルもあるようですね。このテントの中、インフォメーションで借りることができるようです。大人500円。これから中でスタンプもらってきます。地産地消マルシェ直売所、手と手を合わせている様子ですかね、つないでいる様子ですね。先ほど紹介した点と点と点をつなぐと言いましたが、この地域の要として中心として人々をつないでいこう、そんな狙いもあるそうです。というわけで今回は道の駅湘南から黒沢先生がお送りしました。ではまた次の動画で。さよなら。